男性用キャップとのオックスフォードシューズ、オックスフォードシューズ、またはオックスフォード靴とは、ハトめを通して紐で結ぶ単靴の総称である。ブラッチャーシューズ17世紀後半にオックスフォードの学生たちがブーツ型の靴を単靴にして紐を通して履いたのが始まり。さらに19世紀初頭に外羽式で、下側を甲にかぶせて幅広く取り。 その上に腰側をくブルヒャーという靴が考案される。19世紀中頃に、ビクトリア女王の夫アルバート公が、腰側が上部側とつながる内羽式のバルモラル型の靴を作らせた。現在のオックスフォードシューズは、ブラッチャーとバルモラルの2種に大別される。オックスフォードは、オックスフォード大学、バルモラルは、アルバート公が持つバルモラル城が由来である。 ブルッヒャーは、プロイセン王国の陸軍元帥、レプハルト・レベレヒト・フォン・ブルッヘルが考案した脱ぎ履き、しやすく、あらゆる人の足にフィットさせられる靴から着ている。ありがとうございます。